ーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。さあ今週も始まりました、キックオフサンイン、ナビゲーターの岡村翔子です。この番組はサッカーが好きな人はもちろん、サッカーにあまり詳しくない人でも楽しめる地域密着型のサッカー応援番組です。それではまずはこちらです。ハイライト2024明治安田 J3 リーグ第13節、ガイナーレ鳥取はアウェーでスウェーデン金沢と対戦しました。スターティングメンバーはこちら。田中圭太に代わり J 初出場となる井川が入り、長谷川と田中翔太が先発出場です。今前半がキックオフ、左から右にホーム金沢、右から左鳥取、まずは攻め上がろうという鳥取ですが、センターバックの旗を押し戻します。前半3分、金沢のコーナーキック、アウトスイングのボール、ゴール前、いきなりのチャンスになる、大谷、そして押し込んだ、先制決めた、最後は庄司ほのやか、コーナーキック、まずは旗をなんとか懸命に防ごうというところでしたが、大谷、そして最後は庄司が頭で押し込みました。庄司ほのやは今シーズン初得点。いきなり先制されたガイナーレ、その2分後、ゴール前、ここは田中翔太、ロングで打っていった、追加点は金沢、井上亮太、意表をつく距離からのミドルシュート、いやロングシュート、再び鳥取ネットを揺らします。金沢追加点2対0。井上亮太ここで受けて迷わず右足を振り抜いていきました。ゴールキーパーの桜庭もこれは少し意表を突かれたかもしれません。無回転のシュート、序盤から2点を追いかける形となったガイナーレ。前半21分、さあここで奪えばチャンスになるが、松木ダイレクト、ゴール1点返した。最後は松木慎之介、金沢陣内エリア内プレッシャーをかけに行きました。そしてダイレクトで左足振り抜いた松木慎之介。1点差と詰め寄るガイナーレですが、小島から梶浦、梶浦左足、金沢3点目、梶浦2戦連発今シーズン4点目、再びリードは2点に広げる金沢、3対1。右サイドの小島からダイレクト、柔らかいパスが梶浦足元へ、迷わず左足振っていきました。再び2点差となった前半アディショナルタイム、戻して不幸に右に送る、アディショナルタイムは2分の表示、前半のアディショナルタイム2分です。不幸院から抜くダイレクトクロス、ゴール前、田中のヘディングシュート、1点返して3対2。田中翔太、前半の終了間際、今シーズン4点目、再び得点
点差を1点に詰めます。左サイドからでした。このボール追いついてダイレクトで抜く、そしてゴール右隅ヘディングで叩き込みました。前半終わって2対3、金沢の1点リードで折り返します。後半3分、金沢のフリーキック。トシダのシュートはゴールキーパーの桜庭懸命に弾いていった。ファインセーブです。トシダはこの表情、しかし非常に精度の高いボールを供給しました。このセットプレー、後ろからのボールでしたが枠を捉えていました。追いつきたいガイナーレは後半7分、出してパス交換から出しどころ探します。ダイレクトで今度は右へ井川、こちらもダイレクトクロス、このアイデアには飛び込む、こぼれ球、田中、今日2点目、同点に追いつきました鳥取。同点鳥取、3対3。試合を振り出しに戻しましたガイナーレ鳥取。右の井川から東出のアイデアパス、そしてこぼれたところに田中。二の矢三の矢で金沢のゴールネットを揺らしました。後半33分、右塚本へ、塚本間割ってくる、塚本エリアの中、大谷に託して大谷のシュートは桜庭、ここも防ぎます。塚本が個人技で割って入るところ、最後は左の大谷、ここも触っています。結局3対3で試合終了。ガイナーレは引き離されても追いつく粘り強い戦いを見せ、勝ち点1を獲得しました。ガイナーレ鳥取の第13節終了時点での成績は4勝4敗5分け、暫定13位となっています。これがあるとサッカー観戦のテンションが一段と上がります。絶品のスタジアムグルメをご紹介、スタグル。ガイナーレ鳥取のホームアクシスバードスタジアムのグルメエリアジーズデリ、ご飯物からスイーツまで様々なメニューが揃っています。今日食べてるのは何ですか？牛骨ラーメンです。今日これを選んだのは何でですか？鳥取県が牛骨ラーメン有名だから食べようかなって思って選びました。今日食べられてるのは何ですか？ドラゴンロングポテトです。どうですか？いつも来るとこれ一択です。めちゃめちゃ美味しい。これ一択なんですか？一択です。もうこれしか食べません。なんなら。なんでそんなに好きなんですか？いや、これみんなでシェアもできますし、まあ、ポテト大好きなんで、もうこれ一択、美味しいです。さあ、今日は主食屋にしたいと思います。あの大人気商品頼みますよ。主食屋の大人気商品といえば、ドラゴンロングポテト。新鮮なマッシュポテトを絞り出して、一気に揚げていきます。新鮮なものを使うと揚げている時に切れたりしないのです。味はケチャップ、コンソメ、塩、チョコレートの4種類から選べるのですが、今回はこちらですね。ありがとうございます。わー、なんとチョコ味ですよ。たっぷりかかってる。さあ、それでは早速いただきたいんですが、見てください、この長さ。もうドラゴンロングポテトっていうぐらいですからね、本当にドラゴンのようにロングです。ではいただきましょう。食べるの難しいな。うん、
甘い、しょっぱい、おいしい。うん、この甘じょっぱさが癖になりますね。おいしいね。中本当にしっとりとね、滑らかな口当たりなので本当においしいんですよね。いや、これチョコ味初めて食べましたけど、これ合いますね。これはやみつきになりますよ。うん、ガイナーレ鳥取の選手の素顔にとことん迫るこのコーナー、今回はゴールキーパーの皆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。今回はガイナーレの守護神3人に集まっていただき、ゴールキーパーの知られざる世界について深掘りしていきます。去年のシーズンから井岡選手と高間選手で、今年桜庭選手が入ったことで、こんなところがガイナーレ鳥取のゴールキーパーの中で魅力が増したなとかってありますか？今年からその新しいキーパーコーチも入ってきて、新しいメソッドでやってきて、で、リキ君はその僕らのキーパーコーチの師匠みたいな人に直接教わってた人なんで、うん、リキ君がいるからどういうシチュエーションがのトレーニングなのかっていうのはこう整理しやすいですね。桜庭選手は大学時代、現在のガイナーレのキーパーコーチ阿部さんの師匠から教わった経験があり、馴染みの練習方法だといいます。しかし井岡選手と高間選手にとっては衝撃だったそうです。最初に習ったことの価値観をまずぶっ壊されて、本当にキーパー始めたてぐらいのところから始まってます。何が違うんですか？なんだろう、より細部までこだわるようになったかなって。例えばそこの距離まで行くのにどっち足から行ったら到達早くというか、行ける、無駄なく行けるかとか。もう試合中にとっさにそんな行けますか？右足の方が近いとか。僕ら今 それを初めてのところから考えてプレーしてる段階ですけど、これが多分やり続けることによって意識的にやってることが無意識な領域に入ってくると思うんですよ。そのメソッドは今そのゴールキーパーの練習では主流な方なんですか、それともかなり特殊なんですか？いや、特殊だと思います。特殊ですね。 J リーグだと3クラブかな、60分の3クラブですね。あとは多分違うと思います。一応このメソッドをやってる浦和レッズは、まあ、昨年の J1 のベストイレブンは西川選手、浦和レッズの方が、まあ、一応受賞して結果を残したというか、で西川選手の発言力ももちろん大きいですし、彼が発言することで、まあ、広まりつつあるというか。今シーズンはキーパーの活躍からますます目が離せなくなりそうです。そんな皆さんにキーパーグローブのこだわりを聞きました。では井岡選手のグローブのこだわりを教えてください。僕結構白、色のこだわりで白が好きで、なんで白色がメインのグローブを使いたいっていうのはあります。あ、試合はやっぱなんか白だとなんか全部いけそうだなみたいなイメージで、僕の中で。続いて高間選手のグローブのこだわりを聞いてもいいですか？この中なんですけど、中にこうインナーグリップって言って、はい、シリコンが入ってるんですよ。ちょっとつけてもらったら分かるかもしれない。いいんですか？はい、でははい、どうぞ。あ、本当です。もうグッて入らないぐらいの、はい、中でずれないようになってるんですよ、うんうん、これを一回使っちゃうと、もう僕これないと嫌ですね。ああ、じゃあもうこの外見だけじゃなく中も。そうですね、中身で中身でね。俺が書いてなんか別の意味を持っててましたけど、はい、中身で勝負、ね、中身で勝負ですね、はい、では桜庭選手のこだわりを。僕のこだわりはでかいグローブが好きで、キャッチした時にボールをこうたくさん覆ってる感じですか？このあ、はい、だから自分の手よりも一回り大きいサイズの。ちょっと特徴的なのが骨入ってるんですよ。お、イカみたいな。これしかないですけど、骨入ってて、
まあ、ここがちょっと曲がりにくかったりちょっと強かったり指持ってかれないように、まあ、その分多分でかく作られてるんですよね、うんうん、このグローブが。こんな感じです。細かい動き、あ、そうですね、細かい動きは確かにできなくなるっていうか、まあ、デメリットだと思うんですけど、まあ、それよりそんな細かいことしないし、ね、多少のちょっとあるんですけどこれで針通すわけじゃない、針に糸通すわけじゃない。ではここからは3人の関係性を探っていきましょう。まずは自分以外の2人はどんなキーパーだと思うか書いてもらいました。では井岡選手からお願いします。りょうたくんはだいぶパワフルなプレー、もう力強いとか相手がいても全然吹き飛ばすとかようなプレーがちょっといいなって。あと力はやっぱ手の長さ、リーチが長いんで端のボールとかも触れたりとか、手長いの羨ましいなって思いますね。これを聞いてお二人どうですか？全然いけますね。相手が足振りに来てでもいけますね。あ、もう足ごと吹き飛ばしにスポーツが変わってくるかもしれない。変わってますね。では駒選手お願いします。はい、こっちはリキ君で身長を生かしてダイナミックなゴールキーパー、でこっちはカイト君で冷静なゴールキーパー。そう、冷静なゴールキーパーでいうとどういうところでそう思うんですか？なんかあんま失点とか気にしないですよ、練習とかしてても、まあ、いい意味でですよいい意味でですよね。まあまあしゃあないしゃあない次次みたいな。それではポーカーフェイスも兼ね備えた。そうですね、試合中あんまり確かに何考えてるか分かんないかもいい意味でですね、はい、怒ってんのかあんまり感情出さないですよね。それで駒選手と井岡選手は2人ともね、桜庭選手のことはやっぱ長身とか手が長いっていうのを俺に感謝ですよねでは桜庭選手お願いします。はい、はい、井岡君が器用で駒さんが度胸です。あ、まあ、左右どっちも左右差がないというか、まあ、こなせるって言い方はするとあれですけど、本当にそこが第一印象で感じます。3人の素顔がさらに分かる後編は次週放送。喋りたくないんで、日本基本的に日常で喋っててくれた方が間が持つんで。桜庭選手のプライベートが明らかに。お楽しみに。ここからは私ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。ゴー広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りな話、意外な話など選手や試合以外の話題もお伝えしていきます。今日の企画はこちら。今日はホームで SC 相模原戦。本日5月19日日曜日はホーム鳥取市のアクシスバードスタジアムに SC 相模原を迎えての一戦です。試合前にはバックスタンド側にて11時50分から12時20分まで選手サイン会を実施するほか、ハッピーメモリーズご登録者、プレミア J 会員様、小学生以下のガイナーレ鳥取スクール生を対象とした抽選会、子どもデポンも実施いたします。さらに選手がウォーミングアップで登場する際、メインスタンド、バックスタンド、ゴール裏それぞれにサインボールを投げ入れます。ぜひたくさんアピールしてサインボールをゲットしてください。またガイナーレ鳥取では小学生、中学生を対象にハッピーメモリーズ企画を実施し、2024シーズン明治安田 J3 リーグ戦のホームゲーム全試合にご招待しております。今この放送をご覧になっている方、今からご登録いただいても本日の試合に無料でご招待いたします。ハッピーメモリーズの申し込み方法などについてはガイナーレ鳥取のホームページからご確認ください。ぜひご家族、ご友人をお誘い合わせの上スタジアムにお越しください。素敵な週末の思い出をスタジアムで作りましょう。以上、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えしました。
ガイナーレ鳥取は天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会に出場します。1回戦はアクシスバードスタジアムで山口県代表の FC バレイン下関と対戦。来週5月26日日曜日午後1時キックオフです。ぜひスタジアムで応援してください。ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということでここからは脈動山陰サッカー。3月9日から10日にかけて第35回島根県ユースサッカーアンダー11交流大会が出雲ドームで開催されました。この大会は島根県内の各チームの交流を目的とした大会で、子どもたちにできるだけ多くの経験を積んでもらいたいと毎年開催されているのです。島根県サッカー協会の各支部から推薦された12チームが参加。まずは3チームずつの4グループに分かれて予選リーグを行います。そして各グループの上位2チームが決勝トーナメントに進み、優勝をかけて戦うのです。決勝戦は赤のユニフォーム大社 SSC と白のユニフォーム浜山 FC の対戦。試合は前後半15分ずつの計30分、一進一退の展開で2対2の同点のまま後半も終了。 PK 戦へと突入しました。 PK は3人制で行われます。先行は浜山 FC。高校の大社もゴールを決めます。浜山の2人目、シュートは惜しくもゴール左に外れます。大社の2人目、落ち着いて決めます。浜山の3人目、これを決めて望みをつなぎたいところ。大社のキーパーが見事なセーブを見せ試合終了。大社 SSC が優勝を飾りました。この大会に向けてどういうトレーニングされましたか？もともと僕たちのチームはパスがあまりつながらなかったので、パスをつなげるような練習をしてきました。僕たちの目標は全国1位ということで、それに向けてしっかり頑張っていきたいと思います。優勝した大社 SSC はもちろん、参加したチームの選手みんなにとっていい経験になったのではないでしょうか。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組キックオフ山陰。来週も鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。